どうも皆さんこんにちは。今回からね、前からのモッドの紹介の方をね、ちょっとずつやっていこうかなと思っていまして、今回はですね、TNT のモッドですね。もうね、すごい量あるんですよ。こんだけの TNT を追加することができるモッド、Too Much TNT っていうのを入れたので、これの紹介をしていきたいと思います。これ結構すごいんですよ。TNT のこれ5倍、20倍、100倍、500倍とかね。あとなんか、ヘルファイア TNT とかね、オーシャン TNT、スノー TNT、 ちょ被害なさそうだからスノー TNT ちょっと一発目かましていきましょうかね。よし、やっていきましょう。もうね、このワールドを作ったら目の前に寺院があったっていう、このこれも壊していきますよ。よし、じゃあ使っていきましょう。どうなんだろう。早速どうだ。おー、あんまわからないけど、これ雪になってるね。上の部分がこれ、凍るんだ。すごい。スノーっていう。まあ、そのまんまだね。だいたい想像できたのと同じですね。次行きましょう。これ使ってみる ?500 倍。500、待って。まずじゃあ、100倍から行こう。人員はまだ壊したくないんで、この辺で使っていきましょうかね。ほい。行け。言うて100倍ってそうでもないんじゃない?どんなもんなんだろうね。え?消えたんだが、え、何の音？うお、嘘、危ない危ない、人員が消えるとこだった。え、ちょっと待って、人員やばい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 、消し飛ぶとこだったよ、危うく。マジかマジかマジか、100倍でこれ。じゃあもうちょっと離れたところで500倍使ってみましょうか。どうだ。ほい、ちょっと離れて見てみようか。この辺からだったら多分どれぐらいの威力があるのかがわかるはず。やっぱ消えるんだね、一回。お、音が鳴った。やばい、待って、前から固まってる。おお、うわ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 、ちょっと待って、人員大丈夫？あ、大丈夫だ。うわうわうわやば、マジか、こんなにいく。いや、500倍えぐいな。いや、でもね、もっとやばい TNT があるみたいなんで、ちょっとそれも使っていきたいなと思うんですけども、そろそろこれも吹き飛ばしていいかな。これですね、ドリルイング TNT。多分読み方合ってると思うんだけどね。これをこうだな。さあ、なんかこれ多分下まで掘ってくれるんだと思うんですよ。ってことはチェストとかの部分も、そこまで一気に掘ってくれる。あ!これは、いや、行き過ぎ。行き過ぎた。一個で、横の幅だいぶ掘ってくれんだね。うおー。これ使い道ある、これ。落とし穴作るときとか、ドッキリとかで落とし穴作るときとかにはいいかもしれないね。はい、次。こちらですね。リアクション TNT。まあ結構離れたんでね。多分大丈夫だと思うんですけども、使っていきましょう。ここでいいかな。ほい、リアクション TNT。 これどういうリアクション取ればいいんだろうね。リアクション取りやすい TNT なのかな、これ。うわ、なんか、え、あ、あ、きれい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 、ああ、はい、ちょ、待って待って、え、ちょ、おお、すごい、きれいだけども、きれいだけども、きれいだけども、すごーい。すごいとしか言えないだろ、これ。すごい、穴開いた。次行きましょう。ライトニング TNT。かっこよくないこれ。ライトニング TNT だって。中二心が超くすぐられるようなネーミングセンスしてんじゃん。行きましょう。雷とか落ちんのかな?とか言って当たっちゃったらどうしよう。当たっちゃった!ええ!ちょ、これめちゃくちゃかっこいいんだが。これかっこよすぎないこれ。こうやってして、真ん中にレッドストーン。どうだ?次行きましょう。フローティングアイスランド TNT。合ってるかな?読み方。合ってるかな?どん。どんな感じなんだろうな。消えた。ああ、なんかある、なんか、え?うわ、なんか上に何かあるぞ。これは、これは何だ。
それ天空の城ラピュタってやつですか、これが。おぉなるほど、ちょっと意味わかんないけど。これなんだ？ゴースト TNT。ゴースト？ゴースト？幽霊なのかな？さて。うわ、もう色が灰色。かっこいいね。色はいいね。さあ、どんなゴーストが出るのか。おぉ！え？村人の声真似ができるようになった俺が違うな、なんだろうこれ。まあいいや、次行きましょう。アニマル TNT。 アニマル TNT なんだろう。さてここで使った兵器かな。行け。おお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 やばいやばいやばい、地獄絵図だってこれびっくりした、いろいろ出てきたね。なるほどね。ま、動物が欲しい時とかにいいかもしれないね。ムーシュルームとかいたしね。いやでも敵も出るからな。はい、次こちらですね。グローブ TNT。 なんだろうグローブ TNT って。色はスイカみたいな色してるけど、ポン。どうなる？どうなる？ん？え？真っ暗になった。え？え？あ？あ？え？なにこれ？俺閉じ込められてんのこれ。あ、出れそう。出れた。ああ、そういうこと。ジャングルみたいな。マングローブのグローブ。そういうことね。さて。本当は次回の動画にしようかと思ったんですけども、この TNT には、ゴッドっていうのがあるんですよ。さらに上。この TNT のさらに上がありまして、これがね、かなりやばいものらしいんで、ちょっと一個やっていこうかなって思うんですけど、グローバルディザスター。ちょ、名前かっこいいんでこれでいきましょう。グローバルディザスターですよ。意味わからないけどね。どんな感じなんだろう。ちょっと埋めて使いたいよね、こういうのって。この辺でいいかな。ほい。さて。どうなるのか。ちょっと離れます。え、なんか、まがまがしい線が出たけど。おや？不発？不発なのか。お、音がした。どうなるどうなる。あ、固まった。固まったってことはこれ、来るのか。うおお、え、チャンク抜けしてるけど。なにこれ。あ、どん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 構築されてる。構築されてって。これやばくないですか？マジか。うわ、でかい隕石落ちたみたいになってる。これやばいね。なんか一瞬で廃坑とか見つけられそうだけど。でもこれ、実際、この規模の爆発起きたらもう修復不可だよね。これはもうクリエイティブモードだからこそ楽しめるっていう感じだろうな。てか、まずこの、範囲爆破したら多分逃げれないよね。サバイバルモードじゃ多分死ぬよね。はい、というわけで、今回はですね、Too Much TNT というモッドを紹介しました。で、まだ紹介できてないのが結構あるんで、次回の動画は、残りのちょっとと、あと、TNT ゴッツですね。やばそうな TNT がいくつかまだあるので、こっちのがやばいんでね、ぜひ、次回の動画お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画を少しでも面白いと思ってくれた方、ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォンの方は動画終了後にタイトルをタップすると表示されるチャンネル登録ボタンから、パソコンの方は今から画面に5秒間だけ表示されるチャンネル登録ボタンか、動画の下にあるチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしく。今しておかないともう僕の動画に出会わないかも。ぜひしといてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。